はい、すいません。壊さないように。入ってください。おはようございます。作業21日目ぐらい。晴れでございます。今日は非常に気温も上がるそうで、まずこれ昨日本気で叩いたら折れちゃったんで、ちょっとこれ修理したいけど、この折れてるやつが取れるかな。ちょっとあんまり道具を持ってきてないので、この田んぼのばあちゃんのやつちょっと今日かぶりましょう。金槌とかあったっけな。金槌もない。じゃあ今日はちょっと修理諦めます。20日にあと10日ぐらいあるんですけど、宮崎県警さんと保健所さんが、ゴミの状況の視察に来られるということで、できるだけちゃんとゴミの量を把握してもらいたいので、まあできるだけ掘り出してみてもらいたい。ただ完全に埋まってしまっているものはなかなか掘り出すのに時間がかかるので、とりあえず植物をちょっと取り除ける分は取り除いていきましょうかね。これもこの辺も掘ったらいっぱい出てくるんだろうな。当面はゴミ、まあ最低ね、地表にあるゴミの全体量の把握と言いましょうか。というわけで、まあ昨日の続き的なニュアンスで、動きましょう。鉄のオーブン付きの火口が6個ついた大きなコンロがあったんですが、7、80キロあったと思うんですが、あれでちょっと体が痛くなってしまいました。この中にも相当なゴミが埋まってるんですが、まあ、ちょっとずつ出していかんといかんよね。昨日だけで3枚、4枚使ったかな。これも相当重たいんで、昨日ちょっと切りましたけど、これ何するやつだったんだろうね。これでこんだけ重量あったらあれ持てないかな。まあいいや。なんか持てない気がしてきたね。切らんでいかんと、これ切り打ったら大変やか。Ugh.
重たい方が荷台側に、
影だから帽子は見とこうか。これはでかいぞ。できるだけ見てもらった方がいいから。
応ちょっと喋りたいから少しとこうか。使わないよね。全部動かないのかな。おりゃ、動かねえな。ここにもなんか待ってるよね。待ってるけど出せない。はい、すいません。お世話になります。山崎県の循環社会推進課の。ね、暑い中。大変。一人ですか全部。ああ、その、まあ、ちょっとネタ的に一人で。この場所を選ばれた理由は、やっぱこういうの状況を知ってる上で。まあちょっと安かったのもあるんですけど、3ヶ月ぐらい前に見つけて、でちょっとまあ見に来たけど、もう人もちょっと入れない状況だったんで、まあ正直あのゴミがどれぐらいあるかっていうのはちょっとまあ不確定な感じで、まあちょっとド M の感じで、まあできればですけど、細かいこと言えば多分道路高でそもそもあの建屋があったみたいで、古い記録をちょっと見るとで、ちょっと鉄杭なんか打っていくと基礎が入ってるんですよ。なの で深さが30センチぐらい、やっぱ時間にしたら50年ぐらい何も手入ってなかったみたいで、まあ土、まあ、ゴミの上に木が生えたりしてる状況だったもんですから。もともとヒューガの方ですか。はい、ヒューガです。ヒューガ市内でこういう土地を探されてて。そうですね。で今ちょっとまあ住んでるのがちょっと比較的住宅地の方に住んでるんで、まあ、ちょっとのんびりしたところでなんかできたらいいなっていうのもあって。芸人の仕事今何ですか。
とですね、あの家具製造をやってるんですけど、まあ、ちょっとコロナの影響で、あのそればっかりじゃちょっと食えなくて、まあ、頼まれたりすればこう何でもするようにしてるんですけど、はい、家具っていうのは特殊で、お酒の熟成をする洋ダルですか、はい、あれの二次加工をしてちょっとテーブルだとか、そうですそうです、材料としていろんな、そうですそうです、ちょっとまあ一番売れてるのは、あの樽を半分に切って300リッターぐらいあるんですけど、まあ、浴槽にして全国に今200台ぐらいは収めたんですけど、まあまあ、 あの当たり前に見積もったらすごい金額だったんで、農道でその4トントラック以上は入ってくれるなみたいなちょっとオーラが出てたんでそのあっちもあるんですけど、ちょっと道幅とあとその路面の強度があんまりないので、農家さん農業委員会さんがまあ、ちょっと心配されてたんで、まあ、できるだけ軽トラでコツ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 やってていいのかなまあ数百万以上かかるよっていうことだったんで、そのまあ大型、まあ、ユンボなんか入れてガサッとやってしまえばって言ったけど、ちょっと間口が狭くて入れないっていうこともあって、はい、あのお伺いしたいんですけど、管轄外かもしれないですけど、一応端っこってあのあざずではあぜ道になってるので、厳密には多分私の土地じゃないんですけど、その辺にこう置いてあるやつも別にのかしちゃっていいですよね多分ちょっと足元悪いですけど、一応図面と照らし合わせてみたら、ですね、このピンクのやつがこう定期的に入っていってるんですけど、で図面上は多分この崩れてこうもうちょっと崩れていってるみたいなんですけど、こっちにこの辺が多分あぜ道みたいな表記になってるんで、あぜはもうどんどん木もなんかちょっとずつこうなっていってるんで、このピンクからこっちが多分そうです、契約上は、はい、こっちの契約場所になってる、はいはい、隣はどなたの土地とかに発表される、一応お名前とか住所ぐらいは法務局さんに行って確認はしてます。ただもうずっと何もされてない感じなんで、ぐるっとここら辺のものもこう溶かして、まあまあもうまあもういいのかなって気はするんですけど、まあ、ちょっと崩れ始めてるんで、まあ危ないというのもあるかなと思って、土地の境界でこう問題になるのってやっぱりどっからどこが私のとか、そうですね、勝手に気を切られるとかそういう話が結構トラブルになるのが多いのかな、はいはい、逆にこう勝手に置かれたとかいうところ、その逆なんでまあそのあぜに関しては多分お国の持ち物なんで、はい、まあなんか下にあんそんなたくさん落ちてゴミが落ちていってる感じはないんで、もう下は大丈夫かなと思うんですけど、確認するっていうのが一番いいかなと思うんですけども、はいはい、まあまたちょっと役場に行くついでに聞いてみます、そうですね、はいはい、そうですね、はいはい、はい、そうですね。なかなかちょっと私たちのいろんなところを回っているところがありまして、また確認とかにお伺いさせていただきます。はい、いえいえ、はい、お願いします。よろしくお願いします。